次に足立康史君。以上。足立君。日本維新の会の足立康史でございます。大田区大臣にちょっとね、通告してないんで帰っちゃいましたけど、なんか経産省の OB 会みたいになりかけてましたが、また大臣、それから今日は役所の先輩方も来ていただいて恐縮です。よろしくお願いします。ちょっと今日は法案審議ですが、法案審議に入る前にちょっと内閣府に来ていただいてまして、一言だけなかなか質問の機会ないもんですから、総合経済対策の効果について一言質問させていただきたいと思います。内閣府諸大臣官房審議官お願いします。要はですね、総合経済対策が出てますが、その効果、官邸のホームページにも総合経済対策の効果ということで、書いていただいてますが、物価抑制負担軽減効果、これも高く評価します。私は今回の経済対策、これから野党、立憲ともですね、連携しながらかしないか分かりませんが、賛否も含めて議論がこれから予算委員会含めてされていくと思いますが、私はこの物価抑制負担軽減効果高く評価します。やるべき対策が入っていると。でただ何かその直接的な GDP 押し上げ効果 4.6%、 実質 GDP 換算で 4.6% と出てます。これよく分かんないんですね。この 4.6% の算出根拠を教えていただきたいのと、これはもちろん単年度じゃなくて、何年にもわたる効果ですよねということを確認させてください。内閣府諸大臣官房審議官。お答えいたします。 4.6% の GDP 押し上げ効果でございますけれども、これはもちろん単年度ではございません。複数年度にわたってこの経済対策全体の効果としてどのぐらい GDP を今後ですね押し上げる効果を持つかといった視点でございます。以上。足立君。そうなんですよね。当たり前ですよね。当たり前だって、補正予算だから足元と思うかもしれませんが、今回25兆とか30兆円近くとかいろいろ報道されてますが、所詮ですね、いや悪い意味じゃないですよ、悪口じゃないですが、中長期のアイテムもたくさん入っているわけでありまして、だからもう一言いただくと、要は足元単年度の GDP 押し上げ効果を例えば教えてくれと申し上げても、それはなかなか難しいということですね。ちょっと一応難しいと。内閣府諸大臣官房審議官。はい、単年度と年度ごとと申しますのは、各年度の経済状況がございますので、あくまでも経済対策全体としてという試算となっております。はい、単年度ではございません。はい、足立君。したがってこの規模についてですね、これから予算委員会でも議論されると思いますが、私はなんかね、よく GDP ギャップ、需給ギャップを取り上げて、なんか議論するとか、あるいはさらには一部ネットでですね、そのナイル雇用をですね、取り上げて議論するとかいうふうな議論が、巷にはあるわけでありますが、いずれも算定が非常に難しいんですね。でそういう中で私はですね、やはり物価インフレ率を注視しながら、その金融緩和を維持しながら、金融緩和を維持しながら財政政策はまさにファインチューニングしていくということをやるべきだと考えてまして、そういう観点からも、経産省を中心とするですね、この物価高対策については高く評価しているということをまず申し上げておきたいと思います。さて今日は法案審議でございますが、私たちはですね、政治家ですから、細かいことはもう行政にお任せをするわけであります。ただ政治として、あるいは野党として、ここだけはちょっと確認しておきたいということで、今日はカーボンニュートラルとの関係というか、カーボンニュートラルを中心に取り上げます。もちろん今回のガス事業法等改正案は、
いわゆる緊急時対応にかかる制度整備ですから、まあ、中長期のそういうカーボンニュートラルとは関係ないとは関係ないわけでありますが、私の問題意識の中ではそこは、まあ、なんて言いますか、カーボンニュートラル目標達成に向けて、まあ、2月からのロシア・ウクライナということも戦争ということもあり、そういうカーボンニュートラル目標 GX を推進していくという中長期の取り組みと並行してですね、この緊急時対応というのはGX を推進していくからこそこういう緊急事態をしっかりしていただく必要があるというふうに、受け止めて、いますが、まあ、大臣のその点に関するご見解をお願いします。西村経済産業大臣。ご指摘のようにカーボンニュートラルとそれからエネルギーの安定供給両方重要なわけであります。2050年のカーボンニュートラルの達成に向けて民間投資を呼び込みながら我が国の産業競争力も高めていく、その中で経済社会産業構造をクリーンエネルギー中心に転換していく必要があるというのはまず大きな方向性であります。同時に昨今のエネルギー情勢、ロシアによるウクライナ侵略、あるいは電力需給の逼迫などが生じておりますので、 GX の前提となりますエネルギーの安定供給の確保、これに向けても取り組みの具体化が喫緊の課題となっております。そんな中で今回のガス事業改正はこのような危機への対応の一環であります。国際情勢の変化、そして予期せぬプロジェクトの事故発生なども背景にして、都市ガスの原料である LNG 供給の不確実性が量、そして価格両面で高まっております。このために、ガス供給に深刻な支障が生じる万が一の危機に備え、需給両面で国の関与について法的措置を講じるものであります。今回の改正はエネルギー安定供給確保に資するものであり、 GX の推進と合わせてですね、共に、取り組んでいきたいというふうに考えております。足立君。ありがとうございます。同じ認識でございます。で、まあ、ちょっと法律について細かいことはですね、もう私の前の質問者の質疑聞いててほぼもう解決してますので、まあ、概ね反対のこの法案に反対の方もいらっしゃらないと思いますので、ちょっと話をですね、そのカーボンニュートラルに寄せていきたいと思いますが、10月26日の GX 実行会議で岸田総理が、まあ、いわゆるカーボンプライシングについて重大な発表をされました。でこれはですね、炭素に対する賦課金、まあ、炭素税とかそういうことだと思いますが、炭素に対する賦課金と排出量取引市場の双方を組み合わせるハイブリッド型ということを、検討せよというご指示があったということですが、私は端的に言うと炭素税は反対なんですね。まあ、まず一つはですね、今日はこの質問をするために来たようなものですが、例えば同一の経済主体に両方かかると、要は排出量取引制度を使うということを、例えば大口の経済主体がですね決めた、でその主体にも重ねて炭素に着目した賦課金がかかるとなるとですね、私は大変経済活動に対するなんて言いますかね、まあ、このカーボンニュートラルという政策はもちろん推進せなあかんわけですが、大変費用対効果が悪いというかですね、マーケットに対する与える影響も良くないと思いますから、私は二重に適用することはないと私は思ってるんですが、大臣、そこはご明言いただけないでしょうか。西村経済産業大臣。ご指摘のように、岸田総理から大きな方向性の表明がございまして、指示がございました。まさに、ご指摘のように、この組み合わせてですね、炭素に対する賦課金と排出量取引、これを組み合わせる形で検討を進めるようにということであります。そしてご指摘の炭素税についてでありますが、世界のヨーロッパを中心にいくつかの国で導入をされておりまして、CO2 排出削減の一つの手段であるということは認識をしております。ただし、ご指摘もありました、CO2 の排出削減を進めるために利用可能な技術が、必ずしもその幅広く存在しているわけでもない場合に負担を重くするだけではですね、単に国際競争力への影響もありますし、成長を阻害する、そして脱炭素への
投資も進む、まず CO2 も減らないという負の効果を生じることにもなります。これを踏まえればまさに今検討をしております成長志向型のカーボンプライシング、これはですね、成長に資するという観点が重要だと考えておりますので、何点か申し上げるとすれば、一つにはこの GX 投資の効果の発現には一定の期間が必要だとなりますので、最初は低い負担で導入して徐々に引き上げていくと、その間にさまざまな投資で技術も開発していくというこの時間的な猶予の観点が一つ、二つ目にはもう一点総理は重要なことをおっしゃっていただくれおっしゃっておられまして、エネルギーにかかる公的負担の総額が中長期的にも増えないようにということでありますので、まさにご指摘ありました過度な負担とならないように、そして公平な負担となるように、こうした視点も重要だと考えております。ヨーロッパの制度なども、ありますので、そういったものも研究もしながら、その方針をですね、年末までに大きな方針を取りまとめて、GX 投資、進めながら、一定のこうした財源についてもですね、確保していけるような仕組みは考えていきたいというふうに考えております。足立君、なんか聞いちゃいけないことを聞いちゃったのかもしれませんが、局長、これご担当ですよね、畠山さん。大臣はもう大臣ですから、ちょっと丁寧に今お答えいただきましたが、もう要は結局二重に適用することはあるのかないのかっていうのがもう一つ分からなかったんですけど、やっぱりないとは言えない、ないとは言い切れない、それは検討中だからちょっとまだ早いっていうことですね。もう局長に振ったって一緒だね。じゃあただ、さすがに、例えばヨーロッパとか見てもですね、例えば大口のところは排出量取引制度で、小さなところは、そういう、なんか賦課金みたいなこともあるようですから、私はやっぱり、仮に議論するとしても、ある程度積み分けていく、あるいは本当に薄く広くというかですね、例えばちょっと通告でいうと次になりますが、事務方で結構ですが、炭素に対する賦課金のイメージなんですけど、炭素税っていうとなんか振りかぶっちゃうんですけど、身構えちゃうんですけど、例えば今でも炭素に着目した税というのは、温帯税みたいなものがあると承知しています。この今すでにある温帯税もこの総理指示にある炭素に対する賦課金だといえばそうだと思うんですが、そうですよね。経済産業省畠山産業技術環境局長、お答え申し上げます。現行のご指摘の温帯税につきましては、炭素排出に対して負担を課すというものでありまして、賦課金と同様の性格を有するものだというふうに理解しております。他方でご指摘の10月26日の GX 実行会議におきましては、 GX に取り組む期間を設けた上で導入する成長志向型カーボンプライシングの具体的な制度案を検討するよう指示を受けておりまして、岸田総理からそういう指示を受けてのことですので、ここでの炭素に対する賦課金というのは、現行の制度というか新しい措置のことをおっしゃっておられるんだというふうに我々は理解をしております。足立君。なるほど、ありがとうございます。そういうふうに受け止めるのが普通やと思いますが、ただ私は炭素税、さっき冒頭申し上げたように反対なので、もうあるからいいじゃないかというぐらいの気持ちで今申し上げたんですが、畠山局長おっしゃったように、いやいや、新しい何らかのハイブリッド制度を構想せよということだと受け止めているということですから、それはそうでしょう。ただ、なんで総理がこんなハイブリッド型みたいなことを言い出したのかっていうのがね、多分西村大臣はほんま反対だと思うんですよ、炭素税。だから普通の人は反対です、こんなものは。だからこれ、だからハイブリッドっていう知恵というか、私からすれば極めて筋の悪い知恵、なんかいろいろ揉めてるから、とにかく組み合わせてやれという、これは大臣から総理に言っていただいたんですか、それか総理から落ちてきて、嫌だなと思いながら受け止めてるんですか、どっちですか。西村経済産業大臣。
今回のご指示は総理からいただいたものでありますが、ヨーロッパなどでさまざまな制度もすでに先行して行われておりますし、私ども、東証で今、排出量取引の実証をやっておりまして、来年春以降ですね、GX リーグということで、具体的な取引もやっていこうと、全体の排出量の4割をカバーするということで、これは大体ヨーロッパと同じぐらいのカバー率であります。しかし、それで十分かという議論もありますので、今回、排出量取引、そして炭素への負荷、両方ハイブリッド型で検討をせよというご指示でありますから、私ども、ヨーロッパの制度も参考にしながら、いろんな対応を考えております。そうした中で、もう一点大事な点が、中長期的に負担が増えないようにということもありますので、私にご指摘のご懸念の過度な負担とか、そうしたことにならないように公平な負担であるとか、そういったことも考えながら、具体的な制度設計、次回の GX 会議に向けて、しっかりと検討を急ぎたいというふうに考えております。足立君。今、大臣おっしゃった十分かと、大口のところでね、民間主導で、大口のところでやっていくと、排出量取引市場というのを政府が主導で作るとすれば、またそれはそれで、大口が中心になると思います、小さなところはそれはあんまりね、難しいと思うんで、だから、大口の排出権取引市場というものができれば、てか私、早く作った方がいいと思ってるんです、本当はね、だって世界は動いてるんだから。でもそれで私は十分だと思ってるんですよ。でそこでなんであえて、もう事務方でも結構ですが、なんであえてその小さなところまでね、そこをカバーしていきたくなるのかということについては、事務方に行く前に、さっき大臣がおっしゃったように、だから排出量取引制度で十分じゃないかなと、本当は十分だと思ってるんですよ、西村大臣は。思ってるんだけど、例えば財源にしたいとかね、財源、要はお金が足りないんだと、政府は。だから増税したいんだということでの炭素税っていうのは、後でもうちょっと議論しますが、そういう財源を期待しての議論、あるいはなんかこの国民の行動変容とかね、ちょっと細かいことは。細かいことはいいです、細かいことはちょっと畠山局長とやりますんで、なんで排出量取引だけでダメなんだろう、急に総理がハイブリッドって言って、この炭素税にも手をかけてきてしまったと、私は大変悔しいわけでありまして、残念なわけでありまして、やっぱりそこは、さっき4割とおっしゃったのは、今、民間でカバーしようとしている領域ですよね、4割っていうのは、このボリュームでですね、炭素排出のボリュームで。4割、それは排出量取引制度ができても、政府主導で、民間での取り組みから入って、その後に排出権取引制度をしっかりと作っていく、そしてその上に賦課金がどうという議論だと思うんですけど、政府主導で排出量取引市場というのをしっかりと作っていっても、まだなお、カーボンニュートラルに向けて足りないのであると。やっぱりハイブリッドなんだというところがね、腑に落ちないんですよ。なんかもし、対極的なところから大臣、ちょっとお願いします。西村経済産業大臣。具体的な制度設計、急いでおりますので、まだ検討段階でありますが、一つには、負担の公平性ですね、4割をカバーする、大口のを中心とした、ところだけの負担でいいのかということもあるかと思います。それから他方、排出量取引のメリットとしては、これはもう企業が野心的にこう取り組みますので、効率的、効果的に、排出可能という面もあるんですが、一方で、価格が市場で決まりますから、予見可能性が低いという面があります。炭素に対する賦課金は予見可能性がその分高くなるという面もありますので、こういったあたり、公平性、そして過度な負担にならないように、そして全体として、総理からのご指示で、エネルギーにかかる負担の総額が増えないようにというのがありますので、その下で検討を急ぎたいというふうに考えております。足立君。今、検討を急ぐということですが、私もちょっと報道ベース、資料をちゃんと読み込んでませんが、総理の指示はなんか、10月26日の GX 実行会議で指示をした。
で一案をその制度の案をなんか11月今月の次の GX 実行会議に持ってきてくれみたいなことになってるんでしたっけ。で確かそうですよね。そうだとするともうむちゃくちゃ時間ないというか今月中、まあ、GX 実行会議が次いつあるのかちょっと承知してませんがむちゃめちゃ時間ないんですけど、だからみんなこれちゃんと議論しましょうと。野党の皆さんもね、なんか山崎先生もあのもう脱原発ゼロ法案はもう撤回したんだから撤回したんでしょ。もう野党もねだいぶ心を入れ替えまして原発ゼロ法案はもう撤回してますから、だからみんなでもっとこういうね国の未来を作っていくような大事な議論にもっともっと時間割いて、今日みたいなあんなね、まあ、避難計画も大事だけど細かいことここでやってもしゃあないからもう少し大枠の議論をしたいと思うんですね。でこれあの局長、あまたまた行きましょうゆっくりね。でその今の私の最後の議論ですが、畠山さんそのやっぱりその小口主体の炭素税みたいになるとね財源効果は限られるし、また逆進性高いわけですよ。逆進性あるんですこの炭素税っていうのは。逆進性消費税であれだけ議論になっている、これ消費抑制効果しかないですよ。ちょっとその辺ちょっと炭素税の悪口言っていただいて終わりにしたいと思います。畠山局長。お答え申し上げます。成長志向型カーボンプライシングの具体的な制度案、あの次回の GX 会議で提示するようにというご指示でありまして、あのその検討をまさにしておるところでございますので、なかなかその中身についてお答えすることは困難なんですが、一方で一般論で申し上げれば、炭素税について、これはあの炭素に課すものであるわけですけれども、課税対象あるいは税率の制度設計によって社会の与える影響というのはまあ異なると思います。あの小規模の主体にとって、合理性や公平性、公平感がないと、いうことで、あの制度自体で論じ切るというのはなかなか難しいところかと思います。他方で大臣からもあの答弁申し上げているとおり、その前回の GX 実行会議において総理からはエネルギーにかかる公的負担の総額が中長期的にも増えないよう具体的な制度案を検討するよう指示を受けておりまして、その合理性や公平性、公正性の観点も含めて検討を進めてまいりたいというふうに思います。以上、足立君。ありがとうございました。大変重要な議論ですのでまた引き続き質問させていただきます。ありがとうございました。次に遠藤亮